67号では内角に桁を取り付け、さらにエンジン、クレーンワイヤー、巻き取り機を組み立てます。今回付属するパーツです。最初に内角に桁番号025の桁を左右に1個ずつ取り付けます。次に以前と同じ要領でエンジンを組み立てます。シリンダー部分を2個組み立て、エンジンブロックに取り付けます。次にクレーンワイヤー巻き取り機を前方甲板裏にネジ2本で取り付けます。ワイヤーの出ている向きをよく確認してください。最後にピンの先端に接着剤を少量つけて差し込みます。これで67号の作業は終了です。